はいどうもカッ委員長ですじゃあ最後はねまた斎藤さんのお話の続きですけども、まあこれね、どうも地元の人に、えー、まあ、なんか笑顔で囲まれている様子、そういう画像なんですけども、これ見てね、まあ、僕は、まあ、確信したっていうとね、僕の確信も大概ね、うん、たかが知れてるんで、<laughs> ね、僕もまんまと、ね、このなんか途中まで乗せられちゃった側なんでね、そんな1人なんで、ね、大したことは偉そうに言う資格はないんですが。 まあ僕の中で今このなんかこの件に関するまあ処理って言ったらちょっと失礼ですけども結局は、ね、いつも通り原理原則ですよねマスゴミが作り出した悪人っていうんですかね架空のだから地元民の,、ね、この兵庫にお住まいの、ね、この人たちがこの兵庫県の有権者の人たちがだからそんな実態のないものに、ね、乗っかるほど、ね、アホではないですよって っっってててていいううそそのの現れなななんんじゃか思今見てるんですよねだから僕もちょっとね改めてですけどねまだまだだなっていうことで、ね、その辺一般素人のおっさんでまだまだ変わるあれだなって思った次第なんですけども結局どんな仕事をしてきたか、ね、この成果を公表せずに、ね、このパワハラがどうこうってずーっとこのなんかこう人格攻撃ばっかりしていた、ね、まさに今までの、ね、いつも通りの、ね、マスゴミの印象操作 を目の前で展開していいたじゃなでですか、うん、でも、ね、ころっとやっぱりこの転がされちゃうわけですよね。散々マスゴミマスゴミ言ってる僕でも。<laughs> ねうん、僕も含めて、ね、やっぱりちょれえなってところなんですよね、うん。こういうのやっぱり引っかかんないように気をつけないといけないですよね。って今は思ってます。諸悪の根源はマスゴミで結局日本ではないこの他国。 関東なり大陸の都合のいい人間を当選させようと必死なんだと思うんですよ。例えばこの旧体制派っていうんですかね、斎、うん、藤さんじゃない方、な、うん、えー、何だろう、井戸前知事派っていうんですか、ね、あの井戸利三さんですよね。えー 県政史上最多の5期20年にわたって兵庫県政をっていうそういう人ですよねうんだからまあこの人たちこの一派はこのだからこの稲村さんにこの候補一本化した上にこの自民党のこの自民県連までね、うん、この稲村さんにこのすり寄り始めてますよねだから昔のさここ,ここは兵庫県じゃないですかあの大阪オール大阪 VS 維新当時のね なななんんとなく似てるるような気がす,るんで,すよねでねまあ僕もちょっとなんかまあ早とちりというかまんまとこの転がされた一人としてねいろいろこの振り返りながら完成、うん、しながらですけどもただこの途中でこの否定されまくってたのにこの不信任案を出したことこれも今思えばおかしくないですかね,ね広域通報者とするのかどうかすら議論の余地もあったなのにでしたよねだから県政を歪めたのは ね、斉藤さん、ずっと県政を前に、県政を前にって言ってましたけども、その県政を歪めたのは、マスゴミと議会の方じゃないかなって今思います。特にやっぱりマスゴミですよね、根本は、うん、ここがやっぱりこの反日売国税に抑えられちゃってるからだめなんだと思うんですよ。だって、ある意味、民主主義における、ねえー、最重要ポイント、この投票ですよね。 これを情報操作、印象操作でもってね、好き勝手できてる時点で、ある意味一番の闇じゃないですか、だから最も、ねうん、あのどうにかしなきゃいけないのは、やっぱりこのマスゴミでもですよここが反日売国勢に牛耳られちゃってるのが、もうやっぱり、うん、突き詰めていくと、そこに集約されるんじゃないですか、だからそこさえなんとかすればっていう考え方もできると思うんですけど。 うん、やっぱりこの国内の掃除メディアの掃除ですよね。ってことはやっぱり反日売国税在日のあれらとの決着はやっぱ避けられないですよね、まあ、ちょっと話取れましたけども、まあ、放送法改正とかでこの公平性のこの担保罰則付きそうだから結局こいつらがね、まあ、テレビにしろ新聞にしろ雑誌にしろ嘘ついたらやっぱり死刑にしないと無理ですよ。うん そうだから言ったもん勝ち、やったもん勝ち、ね、騒がしたもん勝ち、盛り上がったもん勝ちは絶対許したらダメなんですよね。ただただ真実、事実をありのままに報道するだけでいいのに、やんないじゃん。んでね、このマスゴミ、ね、よくミスリード、ミスリードって言うじゃないですか。ただ今回の件、この斎藤さんがねこのパワハラ、パワハラ、ね、最初このパワハラおねだりね、おねだりじゃなくてこのパワハラの方ですよね。 パワハラした事実ってどうでしたっけ証拠がなくないですか証言だけで。だけど、こんだけね、この報道してね、この不信任案でもって、この失職したのをね、なんかパワハラのせいってしてますよね。だって、あれってそもそも県政を滞らせたっていう理由で議会一致したんじゃなかったでしたっけつまり滞らせたのは議会であって、 まあ、C で言えば斉藤さんはそれを解消できなかったからってことですよね。犯罪でも何でもなかったと思うんですよ。で最近ね、まあ、僕みたいなねあの、よく分かってなかったのに、<laughs> まんまと脅されちゃったような人が途中でこの気づくっていうパターンがね、多分世の中的にも増えてると思うんですよ。で、その動きに対して、ね、いや、どうしてもこの斉藤さんなんだと。あの言い張り続けてる人たちの 最近のこの言い分を、まあ、いくつかこう見ているとね、例えばこの、ね、た、えと、ー、え相手が、ね、犯罪者だろうと、そいつに対して犯罪を行えば、やったやつは犯罪者だと。これ何言ってるかというと、この亡くなった人のことを引き合いに出してるんですよね。だから、兵庫県,庁の県職員、兵庫県庁の中で、ね、何がどうだったのかに関係なく、ね、純粋に斉藤さんがやったことをもって、 県議会会が全一致でアウト判定しているからだから斎藤さんを悪ってみなしているんですよねこれ何を言ってるかというとこの元局長亡くなってる人いるじゃないですかこの人が、ね、不倫だろうが何だろうが、ね、人格的に問題があろうがなかろうが、ね、裏でこそこそ個人的に不倫していようがしていまいが、ね、関係ねえよと斎、ね、藤さんが告発された側にもかかわらず告発者を探し出して、ね 公,の場で公務員失格と処分を下したこれが事実だとそれは変わりないと、ね、誹謗中傷の類だから、ね、作成者が誰か、ね、調査せざるを得なかったそんなのは言い訳だとだからこのパワハラの証拠がまずないじゃんって言っている、ねまあ、今の僕もそういう考えですけどもに対して、まあ、多分牽制のつもりなのかな 3月27日の会見とてことを、ね、結構この何人もの人が口を揃えて言ってるんですよ。これこそが、この会見が最大のパワハラの証拠だって言ってるんですよね、うん。でもこれよくよく調べてみるとこれ,これもね、ミスリードなんですよね。12日のこの会文書の,、えー、このパワハラの噂話の真偽が、まあ、処分の正当性、ひ、まあ、いては斎、まあ、藤さんの失職につな、まあ、がる。 もともとの根っこの部分の,この話なのに27日は時系列がむちゃくちゃ、うん、なんかよくわからなくしてるんですよね、まあ、何かというこの警察とマスコミが、まあ、告発文書を受け取ってでもこの怪文書として処理したので、えー、外部公益通報は成立してないとでまた1回目は県庁に内部通報してないから 内部公益通報も成立していませんと。だから公益通報保護法での保護はないんですよと。ちょっとややこしいですかね。か処分は1回目の解文書によるもので、2回目の県庁への告発は内部公益通報が成立してるんで、こちらでは処分がないってことですよね。まあ今後いろいろと逆、ね、にこの逆にこの遡って、 なんか検証していく格好になっちゃってね僕もだいぶみっともしょっぱくさいことやりましたけどもまあ要はこのみんなテレビにだまされていたとうん僕の中ではもう,もう大反省ですよねこの件に関してはでも斎藤さんがねこのあとどうでしょう再選されるかされないかちょっとまだ分かりませんけどももしね戻ることになったとしてももう再起不能なぐらい中身もうぶち壊さないと無理じゃないですかね だからその前に言ってたのとは逆の意味でこの様子がもう日本全体の縮図みたいなもんですよねだから日本がもうそもそもこういうななんていうかなこの運で腐っていくそういう箇所がもう多くて今,今たった今なんか注目されているのがたまたま兵庫県だったっていうだけで、ね、だからこの斎藤さんと兵庫県で言えば、ね、長く知事をずっとね5期20年ですよね うん、井戸さんのこの公認を破っての、えー、当選でしたよよね、うん、だから、まあ、兵庫県、ね、兵庫県庁の,この職員というか、まあ、幹部ですよねもう敵だらけだったと思うんですよねだから選挙で選ばれて変わる知事と違って職員ってもうずっと固まってるじゃないですか,か、まあ、そろそろまとめますけども間違いなくこれ こっからがまあ大問題に発展するんじゃないのかなって、まあ、ちょっと無責任な言い方するように聞こえちゃうかもしれないんで、申し訳ないんですけどもね、まあ、百条委員会、ね、ありましたよね、百条で亡なく,ななくなったこの元局長、これの原因がそもそも斎、ね、藤さんのこの,、ね、このハラスメントとは関係なかったと。うん、で、えー、さらにこの怪文書も、この竹内議員って言ったじゃないですか、ね、この辺と一緒にこの作っていたと。 これを知っている一部のこの県議はこの事実を知っていたでも黙っていた口つぐんでいたってなるととんでもない大事ですよねだから民事と刑事とどちらも関係してくると思うんでとなったらねいよいよ何のためにこの不信任までして、ね、この斎藤さんを解任したのかってことですよねだって理由全くないじゃないですかまあ当然これね、まあ、もう知事選挙やるんですけども えといくらっつったっけ20億っつってましたっけこれ当然この兵庫県の,この県民ね県税で賄われるわけでしょうん結構歴史に残るぐらいっていうか残さないとダメだと思いますけど大問題でしょ民事刑事でも調べるべき事案じゃないかなと思うんですけどもさあどうなるんでしょうかね、えー、今回は以上です